クロノクロス振り返りの3回目になります。今いるところは、蛇骨館の、蛇骨大佐の部屋の前になります。それで、この先、進めていくと、山猫との戦いになって、で、キッドが毒にやられる。で、そこから、どんどんストーリーが展開していくわけなんですが「クロノクロス振り返り」というタイトルをつけている割には、何も振り返ってないじゃないかという気がするので、少し振り返りらしい話をしてみようかなと思いました。で、まず最初にこの歌なんですけども、この歌は、このクロノクロスのオリジナルサウンドトラックには入ってない、去年発表された、このクロノクロスラジカルドリーマーズエディションというのに、収録されていた曲のようです。で、この曲はキッドが、少女から大人になる、大人に成長するところをイメージして作られたということらしいんですが、あまりキッドのイメージに合わないなという気はしています。それで、見ていただいてて分かると思いますが、強くてニューゲームというのでやっています。でもレベルは上がりきっているので、何が出てきても、バトルで、負けることはないというか、敵の攻撃を受けても一切ダメージがない状態にまで上がっています。なので、どちらかというと、クロノクロスのストーリーを振り返るという感じで見てもらった方がいいのかな。この動画は、ゲーム実況のつもりで、最初のところでセルジュが目覚めるときに、時の卵
を手に入れるんですけども、まあ、これは、2回目以降のプレイで必ずこういう風になると思います。で、まあ、セルジュが最初にやるのは、子供オオトカゲの鱗を3つ ゲットして、で、レナに渡す。いうのをまずやります。で、まあ、そのレナと話しているうちに、まあ、パラレルワールドの始まりになる。で、アナザーワールドの方に行くと、まあ、自分のことを誰も知らないという状況になります。で、レナに会っても、わからない。で、まあ、レナはこの場面で、まあ、あのセルジュのことがちょっぴり好きだったなっていうことを、まあ、言っちゃっています。で、まあ、ただセルジュのセリフっていうのが、まあ、ほとんど出てこないので、まあ、その時セルジュがどう思ったかっていうようなことはわかりません。で、まあ、その後風なきの岬というところに行って、まあ、カーシュに絡まれますと。で、そこに、キッドが現れると。で、このカーシュとのバトルはもう当然、すぐに終わっちゃうんですが、
で、このソルトンとシュガールっていう、まあ、少し間抜けな敵キャラなんですけども、まあ、この2人がゲームのことをいろいろ教えてくれるということになっています。ここで、まあ、戦いが終わった後にここで、まあ、キッドが一緒に行かないかということを言うんですが、まあ、セルジュはここで、まあ、断りますというか、まあ、これはどちらを選んでもいいんですが、一緒に行かないを選択すると、まあ、その後しばらくレナが仲間になる。まあ、あと最後の方で、レナが、自分の固有スキルを身につけるかどうかの条件に多少関わってくるかもしれません。まあ、その辺調べれば分かるんですけども、まあ、そんなことがあったかなと思います。でここでは一緒に行かない選択をしています。まあ、一緒に行かないを選択して夜が明けると、まあ、レナが起こしてくれて、でレナとポシュルが仲間になる。ここまでが、1回目の動画になります。で、前回の動画クロノクロス振り返り動画の題名で、ここでは、まあ、ここのオボレダニというところに入っていって、ここなんですけども、ここでここの上に上がろうとするときに、霊媒師の方々でありますかと聞かれます。で、まあ、幽霊騒ぎがこの上で起きているので、まあ、霊媒師を呼んでいるということなんですが、この霊媒師は、まあ、後で、ジルベルトのことだということがわかります。で、まあおそらくジルベルトがここに到着する前に、まあセルジュたちが、まあ来て、で、うまく勘違いしてもらえたので、まあ、たまたまこの上に上がることができた。で、まあ、上に上がると、まあ、その幽霊の正体がスカールだということが分かります。
この頭だけの状態のスカールです。で、まあ、このスカールを、一緒に、まあ、連れていくことになって、その後、まあ、スカールの、体のパーツを、ところどころで、拾うことになるんですけども、まあ、それを集めるということは多分しないかなと思います。まあ、運よく見つかれば、まあ、拾ってもいいんですが、まあ、それを集めるということはしないつもりです。で、その後、ここで青リンドウの花というのを、まあ、つかみます。で、ここにちょっと黄色いのが立ってますが、これはモンスターです。で、ここを勢いよく走ってくると、これにぶつかる可能性があるので、まあ気をつけた方がいいんですが、まあ、レベルが上がっているので、まあぶつかってもどっちでもいいんですけども、まあ最初のプレイの時には、気をつけた方がいいかなということですね。で、これを降りて次に、ここで大きな卵というのをゲットします。で、この大きな卵は、竜の子の登場に関係するアイテムです。まあ、かなり先の話なんですが、で、まあ、ここにニワトリスというのがいて、これも最初に戦うとかなり、強いんですけども、まあ、今となっては、まあ、雑魚モンスター同然。になります。それで、まあ、ここから降りてきたところで、この溺れ谷の出口のところで、また、ソルトンとシュガールに出くわします。で、まあ、ここでもバトルになるんですが、まあ、そこの、まあ、あっさり終わって、で、彼らは逃げていきます。それで、まあ、テルミナに入ることになるんですが、前回の動画の、概要欄で、まあ、一つミスをしましたと書いてたと思いますが、まあ、何をミスしたかというと、まあ、テルミナに入るとまず、このグレンと花屋のおばちゃんが雑談をしているところに、まあ、出くわします。で、それで、まあ、青リンドウの花、青リンドウは切らしてますよ、という話をしていますが、まあ、セルジュはさっき青リンドウを、ゲット。しているんですけども、まあそのことは当然彼らは知らない。で、
まあ、テルミナの奥の方に、まあ、お墓があって、で、まあ、グレンのお兄さんの、リゲルですかね、にその花を、まあ、供えたいと思って、ここに青リンドウを買いに来てるんですけども、今日はありませんと。で、まあ、そのお墓のところで、セルジュが青リンドウを、まあ、譲り渡すという場面があります。で、まあ、何を失敗したかというと、この後、このグレンの話が終わった後に、まあ、ここを普通に登っていくと、ここにキッドが待っています。で、キッドは、まあ、このレナがセルジュの恋人だと思って、まあ、俺は恋路の邪魔はしないとか言って、で、キッドは、去っていきます。で、ここなんですけども、この後、まあ、前の動画ではここをそのまままっすぐ行ってるんですけども、ここをまっすぐ行って、まあ、この、広場にいるおばばに話しかけると、そこからストーリーが、まあ、展開するんですが、ここに行かずにこっちへ行ってしまうと、まずいことが起きる。まあ、要するに、まあ、ストーリーは、このテルミナで、誰か一人仲間にして、蛇骨館に潜入しよう、いうストーリーになってるんですけども、まあ、それが分かってるので、これを右に曲がって、ピエールがいるところに行こうとします。で、まあ、ピエールを仲間にするには、勇者のバッジを持ってる子がいて、その子から勇者のバッジを、譲ってもらって、で、ピエールに渡すと。で、そうするとピエールが、仲間になるわけなんですが、そのイベントが、まあ、この広場に行かずに、ここを曲がっていってしまうと、その勇者のバッジを、そのジョンっていう子が持ってるんですが、その子から、譲り受けることができない。で、それは何をやってもダメで、で、まあ、そこで少し時間をロスしてしまったかな。なので、ここの広場に上がって、で、おばばの話を聞いて、で、そこにキッドが現れて、よし、蛇骨館に潜入するぞ、ということになると、その後、まあ、三人のうちの、一人を仲間にして、蛇骨館に潜入する。いうふうに展開していくんですけども、ここを上がっていかないと、まあ、それが起きないということになってるようです。で、まあ、そのことを、まあ、一つミスをしましたというふうに、まあ、書きました。
この後、ここでキッドが仲間になるんですが、次にピエールを仲間にしようとします。で、このここでくるくる回ってるのがジョンっていう子で、その子が、ピエールが落とした勇者のバッジを持っている。で、ピエールが仲間になります。で、その後、ピエールは、当然蛇骨館に入れてもらえると思っているので、門のところに行きます。で、その後、門前払いを食らう。で、その後強行突破をして、中に入ろうとするんですが、ここでまた、ソルトンとシュガールが出てきて、セルジュたちをやっつけようとするわけです。この戦いは最初はかなり、倒すのに時間がかかるんですけども、もしかしたら、3人のうちの1人2人は、倒れたまんまになる可能性もある。で、ただ、今はレベルが上がってるので、簡単に終わってしまって、で、その後、蛇骨館に夜を待って入ると、で、鍵がかかっているので、その鍵をここの、ここで竜に餌をやるというゲームが発生するんですが、その後ここにある鍵をもらって、館に潜入します。で、ここにある仕掛けで、これがトラップになってて、この下に落ちてしまう。で、落ちた後、ここの敵と戦って、で、敵に変装します。で、しばらくこの中をうろつくことになります。で、入り口の、右に何回、左に何回という、
あの仕掛けを通る情報は実はここに書かれているんですが、まあ、少し見つけるのに、時間がかかっています。で、この部屋でルチアナに出会って、で、ツマルを、解放してあげるというのがあります。で、ここで、マルチェラと戦います。で、まあ、この戦いも当然あっさり勝ってしまうんですけども、でその後、月読みが出てきて、でこの奥に進んでいきます。で、まあ、先ほどの老人の話から、この上に上がる方法を聞いているので、上に上がります。ここから上に上がります。上がったところが、まあ、ここになるということです。